ジャス、タッチャンネルのタッチです。さあ今回、リアドラカップ準決勝の、試合の解説になります。今回対戦する相手の方なんですけど、実は8月ぐらいに、あとはリアドラカップの準決勝で、戦ってます。その時は、1-4 からまくって、6-4 で勝った試合になります。なんか結構打ってくる方だのかなと思うんですけど、意外とこういうドロップとかもやったりもしてくる方で、まあとりあえず勝つことはできました。まあそんな方と、今回準決勝でやるってことになったので、その様子を解説ちょっとしていきます。なんか前回戦った時よりまあ隣でやってるのとかも見てたんですけど、前よりミスが少なくなってるかなっていう部分はありましたね。でその中でまあ自分がどういう形でやっていくのか、まあ基本的にはしっかり攻め続けたいなとは思ってるんですけど、まあそこがしっかりできて、回り込みからの、まあいつもの展開ですね、回り込みからの、自分のペースにできていければしっかりポイント重ねることはできるんじゃないかと思うので、そこをまず徹底していくのがまあ一番形になるんじゃないかと思うので、そこをまず意識しながらやっていきますね。さあ、もう進んでて15オールですね。向こうの方も結構積極的では積極的なんですよ。甘くなったボールなんかはどん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 打ってきますし、こっちのボールも少し、深く返していかなくちゃいけない部分があるので、結構やり取りとしてはしんどい部分はあります。まあただその中でね、厳しいコースとかじゃなければこっちもガンガン攻めていくことを意識できればなと思うので、まあ今のなんかミスっちゃいましたけど、自分のフォアからの展開を作り出そうっていう形のミスなんで、そこは、特に問題ないかなと思います。さあ30オール、さあファースト入ってリターンミス。まあファーストゲームなんでね、サーブの方なんかもそこまでフルスロットルで打ってないですけど、ただやっぱファーストが入る入んないで全然違ってくるので、特にファーストポイント、ファーストゲームですね、ファーストゲームから落としていくっていう形の、悪い流れを作っていく感じにはしたくないので、そこら辺なんかは、まあ、しっかりキープできたかなと思います。さあ、ゲームカウントの方が 1-0 の、カウントがラブ50。サーブも結構早いんですよね。でセカンドサーブになっても結構回転で跳ねてくる方なので、跳ねてくるんで、まあポイントどころではしっかり抑えてテンポ早く打っていければなと思うんですけど、まあなんせコースもいい部分もあるんで、もうほんとそこはポイントありきですね。どのポイントでやっていくかはほんと駆け引きになっていきますけど、さあここからまた30-50、ファースト入ってきましたね。ガチャガチャですね。いやーこういうやつですね。冒頭にもちょっと言いましたけど、本当に、まあ、若干ボール深いんですけど、やっぱああやってチャンスになるようなボールなんかに関してはガツガツ打ってくる方なんで、てか足すげえなこの人、バギバギですね。さあ30オール、まあ今みたいな展開にさせたくないですね。危ないですねこれは。もう今の1本、さっきの1本あるだけでもやっぱり乗ってくる部分はあると思うので、乗せきらないように、乗せたくないですよね、そこは。
まあ、なんとかしのいでちょっとブレイク一発目から成功しましたね。まあ、スーパーショットもありながらも、まあ、向こうの方の、まあ、イージーミスが重なった部分が大きかったかなと思います。さあ1本目のポイント、いいラリーしてますね。わあ、切り返し、おお、返したけど、それはもうどっちもいいプレーだったと思いますよ、今のは。うん、今のバックのクロスがめちゃくちゃいいですね。うん、僕もここ無理せず真ん中の深いとこ持ってって、どこかのタイミングで回り込もうと思ってましたけど、先に展開されましたね、ストレートに。うん、今のクロスなんかもストレート持ってってもいいと思うんですけど、ちょっとリスクやっぱ高いんですよね。なんでクロスに切り返しましたけど、待ってたって感じでしたね。今のはもうお互いナイスプレーの中で、相手の方が、いい形で最後ポイント取った形になりますね。さあ、ラフィフティ。まあ、しょうがないですね、今のなんかは。一個前のポイントでやっぱりああいういいラリーからのいいポイントを取るという形になると、2点目なんかやっぱ積極的にいきますからね。さあ、今のポイントもナイスポイントだと思います。50サーキー、さあファースト入って回り込みましたね。だいぶあそこからね、まあ言ったら逆クロス持ってったら相当オープンコート作っちゃいますからね。まあそれまでに逆クロス打ってるんで、あそこでストレートの意識がない中での1本だったと思うんですけど、まあよく回り込んで打ったかなと思います。さあ40サーキー、さあセカンドから、もう一回センター行きましたね。つなぎますね。ストレート展開しながらも、いやー、前来られたけれども、ギリギリアウトって感じですね。やっぱ隙があるとポン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 やっぱ出てきちゃいますね。うん、積極的な方だと思います。だからこの積極的な、まあ、意識のある中でこっちがどういう形でプレイしていくかと思いますね。もうこれなんかそうですよね。完全に甘くなったボールなのでガツガツしっかり来てると思います。さあラフィフティ、まあ、リターンミス多いですね。またセカンドからラブサーティ、まあ、今なんかもリターンがちょっと甘いですよね。入れに行き過ぎてる部分はなんかすごい見えますね、今なんか。まあもうここのゲームは相手の方が上手かったですね。流れ的にもなんかあんまり良くない流れですね。さあ3-1から、さあ1本ファーストポイント取って50ラブ、サブ、うん、あそこでストレートに展開するのが多いんですよね、バックのスライスっていうのを。そこから何をしたいのかっていう話なんですよ。なんかどん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 今の動作なんか見てると定まってないですし、ひどい腹ですね。しかも28歳の腹じゃないです、完全に。もう体格がはい、また腹出して、相手の方と体つき見ても全然ただのデブですからね、こっち見たら。さあ、ちゃんと解説戻ります。はい、もうしょうもないミスばっかり、本当に。なんか見ててどん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 ちょっと分かってきますよね。積極さがどん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 なくなってるんですよ、こっちの僕の方が。まあ向こうの方
がどんどん来てる部分があるんで、こっちは少しまあ、やらせてもいいかな、ゲーム差があるんでやらせてもいいのかなって思ってたんですよ、正直。正直そう思ってました。なんですけど、ちょっと爪が甘い部分が出てきてますよね。今のゲームなんかもギリギリ取ったと思いますよ、まあ、4-1 さあ、50ラブ、さあ、セカンドサーブ。もうここなんかはもう一本ミスってもいいからしっかり打ってきたいですよね。ああ、しょうもない。まあ結果的にって感じですけど。さあ、サーティーラブ。もう突き放したいですね。もうどんどん自分から行って。攻撃の手を休めちゃダメです、ここは。ああ。ぶちかませばいいのに、なんかね、そう思いますけどね。ほら、こうやって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 、もう、見てるとイライラしてきますね、やっぱりこうやって、自分で改めて見てると。さあ、サーティーオールの1本。ここを取るか取れないか、だいぶ違う。なんか、相手の方の方が、ミスがすがすがしい部分が今見えますよね。さあ、ナイスサーブ。40オールです。もう、これはしょうがないですよ。もう、コースエグいですからね、今のなんか。よくあそこの展開で、あのコース持ってくるなと思いますよ。さあ、4-2、ファーストポイント。攻めきれず。ラウ50。ナイスサーブですね、これは。あのセンターで入っていけば、次のボールなんかはなかなか返しづらいんじゃないですかね。さあ、50オール。しっかりラリーする中でどんどん自分から行きたいよ。中途半端。どっちかに触れてないんですよね。結局、打ちに行きたいのか入れに行きたいのかが定まってないんですよ。中途半端すぎる、マジで。さあ、30オール。ここの1本大事ですね。さあ、ファースト入る。ちょっと落とし気味。さあ、でもどんどん攻めていく、まずは。逆に先に展開されましたね。どんどん、どんどんばっかいってな。展開が相手の方が早くなってきましたね。さあ、30-40の1本のボール。いい形で、サーブ&ブレーカーの展開決めましたね。さあ、一本勝負。もう一回行ったけれども、ここはうまくいかず。ちょっと迷いましたね、今のなんか。さあ、ゲームカウント4-3です。ファーストサーブ、いいサーブ入ってきましたね。体が浮いちゃうリターンっていうのはやっぱり浮きやすいですからね、ボール自体も。抑えきれず。少し弾きに行くぐらいの気持ちがいいかと思います。さあ、裏50からの、しっかりラリー入ってきましたね。さあ、この辺からちょこちょこイライラしてきてますからね。自分の中で少し切羽詰まってきてますから。攻めたいのに、攻めたいけれども、ミスると相手に楽させる。この追い上げられてる時特有のプレッシャーがありますから、打ってるつもりなんだけど打ててないで、振ろうと思うと本当にミスら、今度はミスっちゃいけないっていう余計な感情出てくるんで、なかなか思い切ったプレーになってこないですよね。はい、無事切れました。すいません、皆さん、温かい目で見てください、そこは。さあ、ラブ50。ちょこちょこ、どっかのタイミングでサーブ打つ前ですね。なんか変な行動し始めますけど、ちょっと気にしててください。さあ、セカンドでしたけど、サーブ入りましたね。さあ、50オール。
からの展開どう作っていくか。さあバックのラリーになった。いいクロス、真ん中だよ。テンポ少し崩して、うまくなってる。いい、まあ向こう相手の方が今はしっかり粘ってきましたね。さあ50-30、前出る。もう今のなんか少し自分の体が前に突っ込んじゃってるんですよね。でラケットだけ出ちゃうから浮いてっちゃうボールが。さあまずくなってきましたよ。50-40、まあよくそこのタイミングで今のサーブ打ちますよね。さあ30-40、さあこれです。これやばいやつだと思われてもしょうがないんですけど、ずーっと蚊がいるんですよ。それに完全に集中切らしてます。さあ30-40からのボール、やっとらしい自分らしいプレーかなと思いますね。ここのポイントに来て何ゲームぶりだよって感じですけど、これをやり続けてなくちゃいけないんですよ本来は、おっとついに捕まえました。やっとまとわりついてた顔を潰しちゃいました。はい、なんか申し訳ないですけど、さあ集中力を取り戻したことと、ところで40-40一本勝負。ここの一本取るか取らないか全然展開変わりますからね、この後。さあファースト入んなかったですけど、セカンドから、入ってる。ああいいっすね。やばいやばい。ああなんとかなんとかキープっすね。いやー相手の方も久しぶりにドロップ打ってきましたね。あそこあれ入ってたら一気に流れ持ってかれてましたね。もう流れもクソもないんですけど今の段階だと。さあ 5-4、 ファーストポイントは相手選手ラブ50。さあファースト入ってきて、さあ回り込みの展開からどういう形作れるか。展開早いですね。ちょっと甘くなってくるとやっぱりストレートすぐ流してくるんで。さあ50-40、リターンがもうチキってますよね、見てると。全然ラケット触れてないし、でさっきの展開に続いてまたドロップっていう。相手の方の方がやっぱり状況把握だったりちょっとその辺は今見えてるのかなと思いますね。完全僕の方が切羽詰まっちゃってます。さあ50-40、さあセカンドサーブですけど、まあここは確実に取りに行きたいですね。まず1本1本少し打ってきましたね。あーいいボレーからの、もうこれは無理でしょ。形としては悪くなかったと思いますよ。しっかりアプローチからのスニークインで入ってってオープンコートにボレーっていうのがあんな形で返ってくるんで、あれはもうしょうがないです。あれはもう相手の方がすごいナイスショットでしたね。さあディアドラカップ特有のルールです。 5-5 タイブレーク。さあ1ポイント目、ファーストポイントは取りました。もう最近のタイブレークの勝率本当に 0% です。なんでここはもう是が非でも取りたいところ、しっかり勝ち取りたいところですね。さあ 2-0。さあ相手の方も少し苛立っているというか切羽詰まっている状態かなって感じですね。まあこんだけ緊迫したね試合だったらまあメンタル的にもきますよ。だからここからはもう本当精神力の戦いですね。どれだけ自分が積極的になれるかプラスあとは弱気にならないのか。このポイントはだからだいぶいいんじゃないかと思いますよ。無理してる感じじゃないんですけど、しっかり相手を見ながら、配球してる。
さあ続きたい4-3-1か3-1ですね。さあ深いボール浅くなってきましたね、うん、まあ相手選手も負けじとしっかり展開してきますね、うん、もうこの形はしょうがないです。もういかに相手に主導権握らせないかって感じですね今はお互い。さあ3オール、ここの1本がまずは欲しいところ。ミニブレイクしたい。いやナイスですね。もうそれしか今のは言えないです。てかもう自分のリターンが浅いです。さあ3-4、飛んでった。いやー打ちたいんですよ、打ちたいのすげえわかる、うん、てか打たなくちゃいけないんですよ、うん、怖いですねテニスって。さあ3-5、いいもうこれはぶっちゃけやるかなって思ってました、うん、もうその1個前のあのショットをミスった時点でだいぶまずいなと思ってたんで。さあマッチポイント、やっちまったはい、今回は完全にリベンジされちゃいました。前回と真逆っすね。前回は僕から4-1で、あ、1-4か、1-4で、まくったものが今回は逆に、4-1からまくられてしまうという結果になってしまいました。まあね、やっぱゲーム差が あろうとどのタイミングで流れが変わるかってやっぱ分かんないんで、うん、だ自分の中でやっぱりやり続けなくちゃいけない部分だったり手を休めちゃいけない部分があるんですけれども、そこをいかに早く気づくか、うん、言ったらもう最初の流れをできるだけ続け、流れというか展開だったり自分の気持ちなんかを集中力だったりなんだりも、続けていければ展開はもっと違ったと思いますし、うん、ちょっと相手がどん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 尻上がりで伸びてきたかな、上がってきたかなっていう感じで、うん、それに対して自分が受け身になっちゃいましたよね。それが一番悪かった点かなと思うので、うん、そこら辺なんかも次の試合で修正して、切り替えていければいいんじゃないかと思います。まあ、今回の試合なんかは、まあ、ディアドラカップなんかもちょっと優勝を狙ってたんですけど、まあ、今回はしょうがない結果になってしまったので、はい、また次の大会で頑張っていきたいと思います。ちなみに、この選手が今回の大会優勝でした、はい、まあその中でもいろんな強い選手とやりながら、自分の質なんかも高めていければなと思うので、頑張ってちょっとやっていきます。次の大会は優勝できるように頑張ります。この動画が面白かったと思う方は、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。